これは日本赤十字社が行ったものです。磐田市では市役所や各支所のほか、アイプラザにある福祉政策会の前などに募金箱が設置され、能登半島地震の募金箱も設置されています。度重なる災害で大変な生活をされている被災地の皆さんの支援のお手伝いができればいいと思っていますので、市民の皆様にも少しでもご協力いただけたらありがたいなと思っています。能登半島大雨災害の義援金の受付期間は来年3月31日までで、寄せられた義援金は災害義援金配分委員会を通じて被災地の方々の生活支援に役立てられます。